この間の間オードリーさんがまだ関わりを持てていない4曲についてお話しさせていただいたと思うんですけど、はい、その時にまに、あ、アナウンサーさんとはちょっとまあ絡むのはなって言ったのはどううでですすすかか <laughs> 覚,覚えてらっしゃいますかあそうすね <laughs> SNS がなんかあざといとか。 そのオドゼヒのスタッフがなんかまだ新しいと思ってやってんのがなんか嫌なんだよね。なるでそう。なんか恥ずかしいんだよね。だからそそれがなければ俺はいいんだけど。うんでもなんか探してるのじゃそのアナウンサーさん以外のキャラのある人。<laughs> はいあのだからあのスタッフがその四曲に対して、はい、じゃあちょっとアナウンサーさん以外でなんか面白い人いませんかみたいなのをちょっと問い合わせさせていただいたらちょっとあの何曲か というかちゃ,ちゃんと返していただいて、はい、ちょっとあの見ていいこうかなと思います<ー>はい、今回こちらはいた、はい、ただきました秋田はすごい3人も出してくれてるん,んで劇団四季出身の報道記者いやすごいですよね「<ー>あのライオンキング」にも<ー>出演されたことがあるんですか<ー> その,その延長だって劇団四季ってすごいじゃん<や>名門じゃん名門ですよで報道記者になってんだな, <laughs> なんでなんだろうな<ー>山形は山形は、うん、あの2003年 2003年って相当な2023年この世界大会に出場されたええじゃあ一緒にね森田君とか南森川君とかね食べとかさ芸能人チーム食べい対戦と対戦したい経験もあるということへえモルックは確実できるだろうね山形行けばできるねであれなんかいいじゃないなんか自然の中でやりたり外でやる競技だったりするもんね 山口が移動でキャラに悩む営業担当。移動。営業になったのか、じゃ、どこか。他の部署だったんじゃない。そうですね。あの、報道から制作行って、で、今年から営業に行った方。テレビ大分は。もっとプロラグビー選手の営業マンこれは。 なかなかがたいがでかくてていうことだろうね、なんかできるだろうね、スポーツそう対決かそういえばさ、俺ラグビー部だったのよ、中学のはい。それで、なんかすごい長い距離パス投げられるんだけど何回かやったのテレビのロケで一回も放送されないんだよね。 ですかね見応えないよくよくわかんないのかテレビだと距離すごさがうん。なんか見たことあるけどまあ見た目派手っちゃ派手、ピューって飛んでいくからさ長い距離これなんかこういうやつあるじゃんはいはいあの回転させてピューってなかなか絵面的には派手だったりするけどねびっくりした本当あはなんでなんだろうねもうレメージなんかその対決オンエ目指してそうですねラグビーワールドカップあった時もカットになってたし 昼なんですね。ラグビーチームにロケ行ったんだよ。じゃそこでもカットになっちゃうからね。なんででしょう。謎謎だよね。もうこの方はまさに若林さんとラグビーがしたいと。あ知ってくれてるのかなじゃあ。パス交換やタックルがしたい。タックル。なるさ。タックルはちょっとプロプロ選手のタックルなんてもう死んじゃうかもしれないけど。ねえ。うん。 こうやって見ると、それぞれ会ってみたくなるけど、一個しかいけないんでしたっけ、なんか。そうですね。そうっすよね。一個,、ね、個どこがいいですか、川沢さん、この中で。そうだねぇ、うん、どこかなうん、山口かな。山口、山口移動でキャラに悩む。うん、やっぱ圧倒的にやっぱりね、うん、弱いじゃないですか、ねうん。薄いよね。<laughs> <laughs> <laughs> うん、移動でキャラになるでまで、あ、大概なんか移動した人はそうだろうし<ー> <laughs> ねえその部署でさ新しい環境でね山口放送かでもこのだこの方が多分山口放送だから一番その何 <laughs> <ー> <laughs> テレビ的だとされて、ね、<laughs> <ー>提出してもらったわけじゃないですかそんな山口放送ってどんなとこなんだろうっていう何 <laughs> かでもさ <laughs> 絶対でも何にもないと思うよ移動でキャラに悩む営業担当と絡んで。<笑><笑> まずさ、うん、このさアンケートやり取りするじゃん「うん、オドぜのスタッフとやる気がないもんね山口放送は。<laughs> まあそうだねだからあとはなんかまあやることはわかるじゃんモルックやったりラグビーやったりさなんかね劇団四季の人なんかいい声出してもらったりさなんかいろいろねやりそうなことやそことはわかるけど山口ってあれでも「オドぜひっぽいっちゃ」っぽいなってどうすんのっていうさ大して悩んでなかったりするそう。んって みたらね<ー>若林さんどこ気になるところ気になるというかまあねその土地も含めてさ確かにな山口なんてさ仕事で行ったことある、うんだまあ、あるだろうけど<ー>なんかあってねあるだろうけどなんか思い出せないねなんかな,なんかで行ってるはずだけどね<ー>おそらく。 うん、営業とかもないよな昔行ったこと、うん、大分は俺私行ったことないかもしれない<あ>秋田と山形は結構行ったことあるんだよまあ言ってもその遠くないしね、うん、東京からね山口か大分がいいかな、うんうん 大分はなんかあの連れて行きたい場所であのピッチングマシーンを作る会社国内シェア2位の製造メーカーがあるらしいですあ、あともう1個三八マイクの製造工場もあります。へ<ー>うん 大分はいこれ国内で唯一の製造工場大分にあるらしいです唯一そこでしかそこに三八マイク絶対じゃあ我々お世話になってるじゃんそこしかないんだ日本製の三八マイクだったらもう絶対我々三八マイクそこのやつしか使ってないってことでしょう作ろうかなえいくらぐらいで作るんだろう三八マイクオードリーマイ三八マイク マイさんぱちって聞いたことないですね<ー>ネタ番組にもそれそれだけ変えてもらって<ー>俺たちの時だて歌手みたいですねあのさんぱちの,あのここの部分にオードリーって入れてもらったカッかっこいい、ね、英語でオードリーって入れてもらって<ー>で滑っちゃって漫才で無理言ってね <laughs> うん、大分は何かいっぱいあるね行きたいもんピッチングマシーンと三八マイクのとこなんて、ね、マジで行きたいピッチングマシンへえーと思うかもしれないそのタモリクラブみたいな空気でお届けできんじゃないの <laughs> 工場行ってさまあそうだねだからねあのいろいろ話聞いて苦労するとことかこだわりのね<あ>なんちゃうじゃあまたそうしようよ俺大分行くからさ、はい、あの 二人としすぎちゃんで、山口行ってくれ、ね。いやだよ。で、野菜って楽しかったんでしょう。楽しかったけど。獅子、ね、の格好ね、その長州のわけだからさ。幕末のなんか。いいじゃんいや。やったんだよ、これ。